日本東京都三鷹市井の頭井の頭は東京都三鷹市の地名。現行行政地名は井の頭1丁目から井の頭5丁目。住居表示指向地域である。郵便番号は181-0001。三鷹市の北部に位置する。井の頭公園の名で知られる井の頭恩賜公園が地域内にあり、地域の多くは閑静な住宅街からなる。歴史的には、 井の頭の池を中心に古くから集落の形成が見られ、江戸時代は高刈り場もあった。その後、三鷹市に編入されて、現在に至る。地域内を神田川と玉川上水が流れている。また、井の頭公園周辺は、吉祥寺駅に近く、道駅周辺の商店街との結びつきが強く見られる。井の頭恩師公園は、三鷹市と武蔵野市にまたがり、 西での合併もかつて議論されたが、1955年の三鷹市議会の反対決議で流れたという経緯がある。一丁目に京王井の頭線三鷹台駅、二丁目に私立第五小学校、三丁目に京王井の頭線井の頭公園駅、五丁目に明星学園中学校、高等学校三鷹井の頭郵便局がある。東は杉並区久我山。 西は群れ、北は武蔵野敷地上寺南町、御殿山と接している。一丁目及び二丁目に東京外環自動車道が建設中となっている。1965年2月1日にそれまでの群れから独立し、井の頭として住居表示を実施。井の頭の名は徳川家光が高刈りに訪れ、遊水がほとばしるように出ているのを見て、 井の頭と命名したとされている。神田川の源泉であり、江戸市民の行楽地として親しまれてきた井の頭池の歴史にちなんでいる。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。